はい、どうも、速稼塾の久保です。舞姫大学も5月、さらにね、面白くなっていくと思いますけども、皆さん、これから5月をいかがお過ごしでしょうか。そして今、ゴールデンウィーク連休中ですよね。まあ、いろんな問題に取り組んでいる中でも、ほっと一息つける、そんな時間が来ていることを、まあ、願っております。まあ、今回、ナミさんからね、ビッグカメラっていうテーマと、あとはね、まあ、足利フラワーパークの模様をいくつか動画を送っていただきました。まあ、これは順番にこれから紹介するとしまして、まあ、今日返信するのはビッグカメラですね。ビッグカメラのサービス、皆さん動画ご覧になったですかね。ビッグカメラで商品を、まあ、何かの形でね、間違えて買ってきてしまった。ね、これはお店側が責任があるのか、まあ、ナミさんの方にね、言い間違いがあったのかちょっとわからないところなんですけども、気がついてみると、明日使おうと思ってた商品じゃないものが入っていた。あちゃーと思った時にビッグカメラさんの対応はどうだったかっていうとですね、これからお持ちしますよっていうことでしたね。いや、素晴らしいじゃないですか。私ね、スーパーマーケットに勤めるという時にね、クレーム対応っていうのがありまして、まあ、各部門には主任っていう責任者がいて、そして、それをまとめる店舗の店長がいるわけですよね。で、クレームは全部店長がする仕事っていうふうに会社では決まってました。で、具体的にどういうことが起きるかっていうと、例えばね、で、私が鮮魚部門って言って、魚の部門で働いてるわけですよ。そうすると、どんな原因かわからないけども、お客様が台所で、魚をパカッとパックから開いた時に、あれ？ちょっと臭いかもしれないな、っていうことが起きるわけですよ。まあ一応ね、買い物って、店舗の方では品質管理をちゃんとしてるものを、パックをするときに確認して、売り場に出すと。そして、商品が購入されるときでも、レジでもちゃんと確認して、お客様にお渡しするんですよ。だから基本的には店舗に責任がないはずなんですが、じゃあなんでね、魚が傷んでるか。お客様が買い物袋を車に入れてお家へ帰ります。その間に大体ね、20分かかるそうなんですよ。まあ、お家帰り方もいるでしょうからね、5分、10分って方もいらっしゃると思いますけども、大体20分かかる。なんで20分かっていうと、スーパーから袋を下げて車に帰るまでにやっぱり数分かかりますよね。それから運転して帰るのにも5分や10分ぐらいかかるでしょう。さらにですね、買い物をスーパーに来る方って買い回りって言って別のお店に寄る可能性もあるんですよ。そうすると、大体平均で20分ぐらいお家に帰って、そして買ってきたものを冷蔵庫にパッと分けたりとかね、そして改めて冷蔵庫から出して、さあ調理しようかな、食べようかなっていうね、そんな段階があって、そこまでパックがお客様のお皿に乗るまでの平均時間20分、時期によっては十分生魚が腐る時期なんですよ、ね、例えば車の中で移動しながら、その車の中に置いてある買い物袋の、まあ、レジ袋ですね。こちらの方が、助手席にポンと置いてあった。助手席には、外からの日光が当たり続けてます。ですので、そこで痛むってこともあるんですよ。ね。これ多くのお客様がね、車に入れとけばエアコンもつけてるから大丈夫と思っちゃうんですけども、そうじゃないと。気温が下がってるのと、直射日光が当たってるのと、ちょっと別に考えないといけないんですよね。私たちも運転するときに、手が日焼けしたりするじゃないですか。ね。車内の温度は低くても、でも、直射日光が当たってれば、商品は悪くなるんですよね。ですんで、スーパーで買った袋、ぜひね、その上に何か布でもかけて直射日光が当たらないようにする工夫が必要なのかなと思いますし、ある場合ではですね、助手席ではなくて後部シートの、しかも足を置くところね、下に入れておいて完全に影になるように持って帰るのがよろしいかとされています。ちょっと話しそれたんですけども、なんだかんだでお客様がね、これ腐ってんじゃないのっていうふうにお店にクレーム入れた時、大抵はそれを判断するのは各部門の主任です。え、お魚が腐ってたんですか？担当者にちょっと変わりますね。すいません、お待ちください。担当者は主任です。私です。あ、なるほど。申し訳ありません。そういうことでしたら、商品の確認とご返金のため、ご返品のために伺いますっていうふうに、お店からですね、お客様のところにいつも行くんですよ。で、住所を教えてもらって、そこにお邪魔するっていう形をとります。で、最初はね、各部門の主任がやっていたんですけども、でも、それは店長の仕事だっていうことで、会社から通達が来て、すべての責任は店長が行って対応するということになりました。そうすると店長にも商品知識必要になってきますよね。だから各部門の勉強するようになるわけですよ。何よりも、ここまでしてくれたんですか？だって魚一匹って200円、300円のことですよ。え、でも返金と返品に来て、お詫びを申し上げて、確かにこれは商品、良くなくなってますね、と申し訳ありませんでした。もしくは、悪くなってないけども、あ、ご不安でしたら、これお引き取りしますんで、と。商品自体は問題ありませんでしたと。
魚っていうのはこういう匂いがするものなんですけども、でもやっぱりちょっと不信感持たれましたよね。お気持ち分かりますと。分かりました。これ今回は引き上げます。今後もよろしくお願いしますという形でね。とにかくお客様を否定しない。お客様の感じたことが全てだというふうなスタンスで、商売っていうのはやってましたね。それが私がサラリーマン時代に覚えたクレームというものです。時にはね、傍若無人なクレームもあるんですよ。もう本当揚げ足を取るようにね、お前らが悪いみたいなことがありました。例えばこんなことがあるんですよ。お弁当をいくつか買って帰ったお客様がいらっしゃいました。で、そのまんまお仕事の方に向かわれたそうなんですよ。お仕事は現場作業で、まあ山の方だったんでしょうかね。山の方に行ってお仕事をした。そして、お昼ご飯だ、弁当だ、つかね、食べると。箸がないと。なんで箸がないぞ。どうすりゃあよ。まあしょうがない。手づかみで食べたらしいですね。お弁当を買って帰った、その代表者の方は他の方にお弁当配って箸がないってことで、随分恥をかかれたでしょう。そしてみんなでお弁当を手づかみで食べるしかなかった。この惨めさ。これをね、後々クレームを言ってくれたんですよ。お前らどうしてくれるんや。箸を、弁当を買ったら箸入れるのが当たり前じゃろうが。ね。それはわかりますと。うん。確かにね、お弁当を買ったらね、お箸はね、善意で入れてるんですよ、サービスで。お箸お付けしますかっていうふうに、お箸何膳お付けしましょうかってレジで聞くことになってるんですけども、その時たまたまそれがなかったのかどうかわかりませんけども。しかしですね、私たち店側からすればですね、お弁当に箸をつけるのは義務でも当たり前でも何でもなくって、コストがかかることもありますし、サービスなんですよね。うん、だから、できればお客様に、お箸何膳つけてくれますかっていうふうに、申し添えていただきたいんですよ。でもそれをぐっとこらえて、お弁当買われたら、箸をつけるのは当然ですよね。申し上げませんでした。うん、そのことについてはもう、一言もありませんとか、どのようにすればいいでしょうか、どのようにすればいいでしょうかっていうふうにね、何度も何度もお問い合わせするんですよ。でもお客さん目の前にいるんですよ。どうすればいいか、あんたらが考え。結局はこれはね、ゆすりたかりなんですよね。でも、実際にお金を払うってことは一切言わずにですね、そこではですね、責任者がどん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 集まってきて、どうすればいいでしょうか、どうすればいいでしょうかって言うんですよ。金を払えと言えば恐喝になります。そこをね、私たちも知ってますから、どうすればいいでしょうか、申し訳ありません。こればっかりなんですよね。そのうちに、まあ、根負けして、お客様帰っていかれましたけどもね。だから実際に、箸がついていたかついてなかったか、それは分かりません。はっきり言ってつけてると思います。でもね、こういういわゆるやからみたいな感じでお金を脅してくる人もいるんですよね。でもそういう人たちに対しても真摯な姿勢で、まあ諦めてもらうっていうかね、不正をしてる方は不正が分かってますから。だからちょっとね、引き目があるんですよ。そこに対して何度も何度も頭を下げて、でもお金を払うとは言い出さない人に対しては、あ、ここはダメだなと、たかれないわって感じでどっかで去っていくわけですよ、ね、やっぱね、30分も粘ればね、ここでお金をもらうのは無理っていうふうに思うんですよね。だからそれも商売のノウハウの一つなんですよ。誠実さを持ってね、そして勇気を持って不正にきちんと対応すると。でもお客様のことを不正とは言わないわけですよ。分かってるけども、まあいわゆる根負けするまで待つってことですかね。まあ新人の社員さんとかにはそういう仕事は酷ですから、ベテランが出ていくわけですけどね。ベテランはそういうのを何度も何度も繰り返して今の地位にいますから、あ、またこの手のクレームが来たかと、いやひょっとしたらこの前来た人かなみたいなね、ずぶとさんも出てくるわけですよ。はい、いろいろとお話しましたけど、ビッグカメラのサービス対応素晴らしかったんじゃないかなと思います。皆さんの街ではどんなことが起きてるでしょうか。そして舞姫大学舞さんからちょっとした予告があります。それはですね、近日中に昭和クラブっていうね、なんとも香ばしいなんかそんなコミュニティの発表があるそうです。そして5月か6月から潜在意識というね、タイトルの商品が出るそうなんで、ちょっと楽しみにしてみましょう。それではお疲れ様です。